石狩は太平洋沿海フェリーが運航していたフェリー。太平洋フェリーの同盟の船としては一代目。1974年に就航し、1991年に引退した。1974年内改造船瀬戸ダ工場で建造され、1974年9月に浸水の後、1974年12月に就航した。 1982年の航路譲渡により太平洋、フェリー継承された。1991年にシカリの就航により引退した。1990年にギリシャの EN ・ストリンツェスラインズに売却され、イオニアン C となった。1991年、EN ・ミノアンラインズに売却され、エロチン・リートスとなり、改装工事を受けた。1992年、 パトラアンコーナ航路に就航した。1997年、パトライグメニザツァコルフベネツィア航路に転廃された。1999年、ミノアンフライングドルフィンズに売却された。2002年、マリタイムウェイに要戦され、モンファルコネバーリー・イグメニザツァ、パトラ航路で運航された。2003年、パトライグメニザツァ、ブリンデジ航路に転廃された。2004年、 マリタイムウェイに売却された。2006年、エンデバー・ラインズに売却され、エロチン・リート・スティーに改名した。2007年、パトライ・グメニツァ、ブリンデジ航路で運行された。2010年10月、クリートスと改名して、スクラップとして売却され、インドのアラに開港の後、解体された。ランプウェイは、選手、右舷後部、船尾中央の3カ所に設けられていた。 1980年1月7日から2月7日にかけて内海造船瀬戸田工場にて船体延長工事を行い、船体を12.5メートル延長して車両搭載能力を強化や客室の増設を実施した。この改造により車両搭載面積は約6%増加。8トントラック14台が新たに搭載可能となったがこの船体延長工事には無理があり、 定検時に溶接箇所にクラックが見つかることあった。1987年基礎の就航後はロビースペースの拡充が行われた。ありがとうございます。